後半の48分フリーキック、つま先で押し選手のこのトップ B リーグ初ゴールとなりました。待望のゴールでしたね。いや素晴らしいゴールでした。ここから1点追い上げならず、チーム初の3連勝という結果を手にした新潟がホームで勝利を収めた。